妙法寺は東京都世田谷区大倉にある日蓮州の寺院。ハイテク大仏である大倉大仏があることで知られている。旧本山は身延山工藤寺。通り市堀之内保園。回帰はおおよそ今から350年であると言われている。海山である非戦商人は1664年に没しているので、それまでには創建されたと考えられている。 官営年間の頃に、現在の世田谷区うなねにある上皇寺に、当地の人が発願して、この地にも寺院を作ってもらったのがあるうつであるとされている。発願した代表者は、当地に長年住んでいた安藤家の人で、安藤家の旧住居は現在世田谷区の文化財に指定されている。現在の本堂は1938年頃のもので、山門は、 江戸時代に、現在の目黒区の紐屋にあるホッケ寺の門として、建てられていたものを1986年に当地に移築したものである。そして1994年に境内に高さ8メートルの大倉大仏が完成した。境内は多くの草花で彩られ、しだれ桜、詐欺草などが特に知られている。大倉大仏は、当時院村手墓地にある大仏。回転する。 ハイテク大仏として知られている。平成6年秋完成。高さ8メートル、重さ8トン、ブロンズ製の立像である。午前9時から午後5時までは、南に位置する本堂の方を向いているが、参拝者が近づくと、そちらに向きを変える。午後5時になると、北側の世田谷通りを向くようにゆっくりと180度回転する。妙法寺の北側は切り立った崖になっている。 大仏は、瀬戸谷通りから見ることができる。大仏の地下は、コンパクトな納骨堂になっている。カードを祭壇に挿入すると、正面の祭壇にご先祖様の骨壺が現れる、仕様である。納骨堂の中心には、大仏の回転のための機械が設置されている。大倉動物霊園は、妙法寺に付属してある、ペット霊園である。百九十九年開業。ペット葬儀から、 仮装、供養、納骨まで一貫して行っている。合同葬儀のほか、個別での葬儀供養などにも対応しており、多くの人に利用されている。春季、秋季のお彼岸には、法要も取り行っている。ありがとうございます。